はい、今回の動画は iphone で j アラートを受信する方法を解説をします。で、まあ今ですね。このね、日本の上空をミサイルが飛んだりだとかというね、えー、そういうね。まあ、事態が起こってますけどもえー。まあ、そのね前回そのミサイルが飛んできた時にですね。まあ、自分のね。iphone の方で j アラートがねまあ、ならなかったっていうね。まあ、ケースが結構あるようなので、まあ今回の動画ではですね。この j アラートをですね。まあ、しっかりと受信するね方法を解説をします。 まずはですね、その iPhone の方ですね、よほど古い機種でなければですね、ほぼ問題ないんですけども、一部ですね、古い機種ではね、この J アラート自体の受信ができない機種もですね、ありますんで、一応この動画の下の説明欄の方にですね、J アラートに対応しているね iPhone のまあ機種一覧を載せておきますんでね、ほとんどの方は大丈夫だと思うんですけど、一応そちらの方もチェックをしてください。あと次にですね、設定のところですね、こちらを開いてもらって、この設定のところのこの通知という項目ですね、こちらをタップしてください。 はい、でここで画面をねずっと下の方に下がっていってもらうと、この一番下のところにですねこの緊急速報という項目がありますので、まあ、ここがですねオフ、まあ、この状態にですねオフになっていると、J アラートがです、ね、この受信ができませんので、ここは必ずオンにしてください。はい、であとは、ですねもちろんこの iPhone の方がですねこのお休みモードであったりだとか、あとマナーモードになっていたりとかすると、ですねこの通知が来ても音が鳴らないケースがありますので、まあ、この辺はちょっと、ねまあ、夜、ね、夜中に来るなんていう時もあるとは思うんで、難しいところなんですけども、まあ、そこもね、ちょっと 注意をしてもらえればと思いますで、あとですね、この iPhone のこのそもそもの機能だけじゃなくてですね、えー、そういったですね、その防災情報のアプリというのがありますんで、まあ、そちらもね併用して使っておくといいと思います。で、えー、おすすめなのがですね、App、え、Store、ー、を開いてですね、Yahoo のやつですね、またこの検索のところに、Yahoo!、えー 防災とか入力してもらうと出てくると思うんですけど、Yahoo 防災。まあ、こちらですね、Yahoo 防災速報ってやつですね。はいまあ、こちらもですね、いろんな防災情報とかっていうのをですね、この通知で知らせてくれるアプリになりますんで、まあ、この iPhone の機能プラスですね、この Yahoo 防災速報みたいなですね、こういった防災アプリもですね、併用して使っておいてもらえるとねいいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。